平成県皆さんの、まあ、お集まりで、ございまして、大変時間が3回点を日光鉄の国際基準並みの引き下げですね。その点を自民党は常に官僚の上で踊るだけで、自由民主党の本当に全、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもお世話になりました。おはようございます。じゃあおはよう。皆さんご苦労さん、改めて伺いますが、決意のことはどうですか。固まった。以上。何を訴えて、何を看板にして戦いたいと。の話が多くの話がありましたけれども、私は明日の記者会見でもっと具体感する取り決めを交わすな。